俺はアントン、便利屋をしている楽しい。早いわね。今日はダイビングショップからの依頼でお客を乗せてトレジャーボートを運転している。今日のお客さん、一見仲睦まじい家族に見えるのだが。一生の思い出にしような、ゆか。うん、ありがとう、パパママ。あの子も家族なんだよな。私の名前は片島あかね、小学4年生。私のパパとママはお姉ちゃんを溺愛している。それは私の愛想が悪いからだ。おはようございます。あら、今日も可愛いわね、ゆかちゃん。いくつになったの？もう小学5年生なんですよ。早いわね。お姉ちゃんは愛想が良くて明るくて見た目も可愛いから、家族や学校のお友達、それに近所のおばちゃんまで、とにかくいろんな人に好かれるんだ。それじゃあね。それに対して私は、おはようございます。昔から不器用で人付き合いがとっても苦手だった。お前は愛想が悪い。もう少し元気に挨拶をだな。そうよ、ご近所さんからのイメージもあるんだし。はい、そんなわけでパパとママはお姉ちゃんがお気に入りで、家でもいつもお姉ちゃんにつきっきりだった。パパにママ見て見て、できたよ。すごいな、ゆかは。器用な子ね。私が大きくなってから一度も抱っこなんてしてくれないのに、お姉ちゃんはもう小5なのにいつもパパに抱っこされてる。そんなお姉ちゃんに私はいつしか嫉妬するようになったんだ。行ってきます。大丈夫か、ゆか。なんてことするのよ、あかね。大丈夫よ、ちょっとすりむいちゃっただけだし。ごめん、そんなに強く押したわけじゃなかったのに。わざと転んだお姉ちゃんのことをパパとママは心配して、翌日には車椅子に乗せ出した。よし、パパが押してやるからな。ずるいわ、ママが押すんだから。ただのすりキスじゃない。こんな感じで私はいつも肩身の狭い生活を送っていたのだ。そして今日、お姉ちゃんの11歳の誕生日に、パパとママは私たちを海に連れてきた。ダイビングショップで予約をして、思い出作りにマリンスポーツを楽しむそうだ。いいぞ、ゆか。かわいいわね。出発から数十分、船が止まった。どうやら家族は沖で海水浴を楽しむらしい。それで私は家族にバレないように準備してきたあるものを海に投げ入れた。これはマグロの切り身のブロックだ。私は海に遊びに行くと聞いてからずっとこのことを計画していた。あ、それ全部ください。え、全部？そして昨日貯めておいたお年玉を全部使って切り身のブロックを数キロ仕入れていたのだ。すべてはパパとママを独り占めするお姉ちゃんを懲らしめるために。お、君何をやってるんだい？魚でも見えるか？何も、何でもないです。そうか。そしてお姉ちゃんは、トレジャーボートを出発させてから30分、お客さんは海水浴を楽しみだしたのだが。わー、楽しい。いいぞ、その調子だ。なんだか変な家族だな。俺はやはりこの家族に対して違和感が拭えなかった。まるで妹さんのことが見えていないように見える。家族の問題にあまり他人が首を突っ込むのは良くないとも思うのだが。ゆか、そうこうしているとお姉さんの方が浮き輪から落ちてしまったようだ。大丈夫か、ゆか。今行くわ。するとご両親は二人同時に猛スピードでお姉さんを助けに行った。大丈夫、ゆか。楽しい。よかった。どうやら浮き輪の中心部から滑り落ちてしまっただけだったようだ。君大丈夫かい？君の家庭、もし何か問題があるなら俺が話を聞くが、俺は一人船に取り残された妹さんにそう声をかけずにいられなかった。ずっと寂しそうな顔をしていたからだ。いいの。え？もう手は打ってあるから。しかし事件が起きたのはそれからだった。あかね、あなたもこっちに来て一緒に泳ぎましょう。とっても楽しいわ。やめておく。お姉ちゃんは
能天気に私に海に入れと言ったけど、私は絶対に入るつもりはない。だって私の持ってきたマグロブロックの血の匂いを嗅ぎつけてサメがすぐそこまで迫っていたから。君、パパやママとはちゃんと話をしたりとかは？そして次の瞬間、私がおびき出したサメは狙い通りお姉ちゃんを餌だと思い食らいついたようだ。するとお姉ちゃんは浮き輪の上で意識を失って。どうしたユカ？ユカ？あれはサメだ。サメ？嘘でしょ。俺は予想外の事態に半分パニック状態だ。なんでサメがこんなところに？この海域にはサメの生息は確認されていなかったはずだ。しかし姉妹のお姉さんの方がサメに襲われてしまった。ユカ、返事をしてちょうだい。ユカ、どうやらここ最近の温帯低気圧の影響で温暖な海水が流れ込み、サメが発生する条件が整っていたようだ。しかしなぜこんなところに？だとしても普段サメは海の中層や深海で生息しており、海面に上がってくることはない。何か理由でもない限り。その時。いい君よ、せいぜい苦しめばいいんだわ。俺が異様な気配を感じ取って振り返ると、そこにはマグロの切り身を持った妹さんの方が立っていた。君は？茜？お前か、お前が何かしたのか？私がおびき寄せたの、お姉ちゃんなんてサメに食べられて痛い目を見ればいいんだわ。はあ。なんと驚いたことに、妹さんはマグロのブロックを持参してきていたようだ。お前はなんてことを。それを海にばらまいてサメをおびき寄せていたのだ。しかし今話し合っている時間はない。俺は気がついたら船の外へ向かって飛び出していた。そして俺はサメの弱点といわれるロレンチーニ機関めがけて拳を振るった。君大丈夫かね？ユカ。すると、やったか。どうやらサメは逃げていってくれたようだ。お父さん、お姉さんを早く浮き輪を引き上げてください。ユカ。そしてお父さんは娘さんが乗っている浮き輪を必死に手繰り寄せ始めたのだが。今助けるからな。なんでこんなことに？サメに襲われた娘さんは気を失っているようだ。引っ張られている間も浮き輪の中で身動き一つしなかった。おかしいぞ。しかしこの時お父さんが何かに気がついたようだ。おかしいって一体何がです？軽いんだよ。娘が乗ってるのに全然重みを感じない。そして引き上げられた娘さんの体を見て驚いた。そこには、引き上げられた娘さんの体にはそこにあるはずの下半身がついていなかったのだ。嘘でしょ。私はパパに引き上げられたお姉ちゃんの体を見て頭が真っ白になった。正直言ってこんなことになるとは思っていなかった。そんな。ユカ。お姉ちゃんの下半身が全部サメに食べられてしまったのだ。少し脅かして痛い目に遭ってもらおうとしただけだったのに。すぐ陸地に引き返しましょう。救急車を。もう遅い。見ればわかるだろう。手遅れだ。しかし。全部私のせいだ。私がサメなんておびき寄せたから。お前、なんてことを、なんてことしてくれたんだ、茜。パパとママは私を泣きながら睨んでいた。ふざけるなよ。もう取り返しがつかないんだぞ。自分が溺愛するお姉ちゃんがこんなことになって、パパはとても怒っているようだった。だってパパとママがお姉ちゃんばっかり溺愛するから、私だって普通に。自分が何をしたか分かってるのか。もう戻ってこないんだぞ。ごめんなさい。私は泣いて謝ったけど、もうすべて手遅れだ。だって私はたった一人の姉妹であるお姉ちゃんの命を奪ってしまったんだから。
すると次の瞬間、お姉ちゃんの義足すっごく高いんだぞ。義足。パパは私の想像していた反応とは何度か違うことを言い出して、サメに持っていかれちゃったよ。そしてお姉ちゃんは普通に起き上がった。お姉ちゃん大丈夫なの？大丈夫よ。私最初から下半身がないから。シオラさんになんて説明をすればいいんだ。衝撃の事実が発覚した。お姉ちゃん義足だったの？なんとお姉ちゃんはもともと義足だったのだ。私はそんなこと一度も聞かされていなかった。どういうこと？一体どういうことよ。あなたこの際だから。そして先天性下半身欠損症よ。シオラさん。私はパパとママがお世話になっているという町の研究所にやってきた。胎児の発育過程で下半身が欠損する先天性の疾患のことよ。ユカはもともと下半身がない状態で生まれてきたの。そうなの？うん。お姉ちゃんはどうやら生まれつきの病気で下半身を持たずに生まれてきたらしい。それでずいぶん前からうちの研究所で開発している義足を試してもらっているの。使用感のフィードバックをもらう代わりに無料でね。まさかシオラさんのお知り合いだったとは。しかしサメに持っていかれるとは。大丈夫よ。弁償などしなくともすぐに新しい義足を支給するわ。本当ですか？ありがとうございます。お姉ちゃんはこれまでずっと義足で生活を送っていたのだ。妹である私にそのことを隠して。でもなんで私に黙っていたのよ。お前にはもう少し大きくなったら話そうと思っていてな。実の姉の下半身がないなんてきっと幼いあなたには受け止められず教育上良くない影響があるかもしれないって思ったのよ。私はずっとパパとママに茜にも伝えたいって言ってたのよ。じゃあお姉ちゃんばかり溺愛していたのは。溺愛？何のことだ。パパとママがお姉ちゃんを溺愛しているように見えたのは、お姉ちゃんには様々なサポートが必要だったからだ。家族の障害を子供に隠すことで子供は不安や混乱を抱えることがあるわ。社会的なスティグマを強化して障害に対する誤解や偏見を持つこともある。妹さんには早々に打ち明けた方が良かったわね。そんなにお前を追い詰めていたとは思わなかったんだ。私たちの教育方針が間違っていたわ。パパとママは私に謝罪をしてくれた。それからパパとママは私に普通に接してくれるようになったんだ。じゃあ行こっか、お姉ちゃん。うん。そして私もお姉ちゃんのサポートをするようにしている。なんだかどっと疲れてしまったぞ。私は本当のことを知るきっかけをくれたサメさんに感謝したのだった。